今からたった100年前の明治時代日本、めちゃくちゃだった。皆さんこんにちは、いちかです。今回のテーマは、今からたった100年前の明治時代日本、めちゃくちゃだった?をご紹介します。さて、近代日本といえば、幕末の騒動と明治維新です。ちょんまげに着物の奇妙な国があっという間に軍列に並ぶ軍隊を揃え大暴れしたのには、海外からは驚嘆されました。江戸から明治へ目覚ましく変わったのはどういうことか振り返ってみましょう。1. 明治維新と経済。明治維新では薩摩藩や長州藩の藩士が先頭に立ちました。篤姫や西郷、伊藤博文など大河ドラマでもおなじみです。維新前には薩摩藩も長州藩も幕府に秘密で、密貿易や留学生を送り海外を見聞していました。どちらもご法度、ご禁制でしたから、貿易には秘密の港を使い、留学の若者を脱藩したことにして、グラバーなど商人の手配でイギリスの大学へ送り込みます。今のお金に換算して一人1億円かけたと言われます。そんな大金をどうしたかというと、薩摩藩では成明の父、成興が、蕎麦用人図書広里に命じて砂糖やガラスなどの密貿易で財を増やしていました。秘密を守るために薩摩弁のイントネーションは全て言葉から逆にしてあるのです。さて、日本初の商社が坂本龍馬の亀山社中です。龍馬は西郷隆盛と話し、長崎の商人グラバーから武器や大砲を買い付け、薩摩や長州に売り、仲の悪かった薩摩と長州の間に入り同盟を取り付け、薩摩から武器を長州へ、長州から米を薩摩へと商売したのです。そして資金や武器を調達し、明治維新は進みました。 2. 明治政府の政策。1868年、明治元年です。明治政府は海外の留学から帰った若者や視察した役人らが欧米から学び、民主主義や議会政治を作ります。洋風の建物が次々建てられ、五箇条の御正門で民主主義を打ち出し、廃藩置県、基礎改革という税金、市民平等として身分制度の廃止、徴兵制と軍隊、学制開始、最初の衆議院選挙が始まるには20年以上かかっています。廃藩置県で藩がなくなれば武士は皆転職です。日本政府の財政支出を抑えるには、武士に禄を支払い続けることはできません。江戸の諸藩の屋敷も幕末には荒れたところも多かったこともあり、町は大名屋敷から官庁や商店、ホテルなどへ変貌していきます。世界では同じ頃に植民地獲得の競争の中、1861年にイタリア統一、1871年にドイツ統一、1865年に南北戦争と激闘していました。日本は徴兵制で軍隊を整えて軍備を揃え、日清戦争、日露戦争から朝鮮進出していくのは植民地になりたくなかったのです。国を守るために日本は富国強兵で血気盛んに士気も盛り上がっていましたが、中国でもロシアでも革命の最中で戦意も今一つ。しかも日本も海外も疫病や栄養失調で皆弱り、双方何万人もの死者を出しました。 3. 武士の救済。いきなりな廃藩でしたが、藩主は家族として年収をつけ、武士には6の5年分などを皆に出されます。北海道の開拓や静岡の茶畑開墾に志願した武士には7年分が支払われました。北海道の農地や熊の木彫りなどはその頃作られ、未だに人気の特産品です。静岡の茶畑は特に大河、渋沢でも見られた徳川とその藩主が乗り出し、立派なお茶畑となっています。海外視察した五代友厚たちも生糸生産が売れ筋と知り、富岡製糸場など近代的な工場もできて、武家の娘たちも働きます。生糸の生産と輸出は世界一になっていきます。解雇病のヨーロッパや、南北戦争で綿花畑が焼けたアメリカ、アヘン戦争で傷んだ中国で、世界の生糸生産が低迷した時に、
日本の生糸を売り込んだのです。武士から軍人になればエリートでしたが、武士の1割ほどしか軍人にはなりませんでした。役所の管理や学校で学び、医者など専門職に就いたり商売を始めたりしますが、プライドばかり高く不器用な士族にはどうも商売は合わず、ほとんどが失敗に終わります。徴兵は身分に関係なく、20歳以上の健康な男子には3年の義務でしたが、明治の徴兵制には抜け道が多く、全体の1割の若者しか軍人にはなりません。長男や学生、高額納税者は兵役を逃れ、農家の長男でない若者が多く志願しました。皆軍人になりたがったかというと、そうでもなかったようです。4. 税金のデメリット。江戸時代は年貢といえば米でしたが、明治政府は地租改革として土地を所有する者は広さに応じた税金を支払うようにしました。年貢は豊作の時と不作の時は融通してありましたが、税金はそうはいきません。税金を払えなければ土地を差し出して小作人とか使用人となるのです。ましてやもともと土地を持たない庶民はしがない低賃金の労働者です。明治になり小判はなくなり、紙幣や硬貨として円や銭となりました。明治の1円が今の2万円くらいの価値です。100銭が1円です。銀行が作られ、経済の流通の基礎固めをなされました。当時の賃金はというと、伊藤博文が総理大臣として年俸800円、第一銀行頭取渋沢栄一年俸6000円、明治43年の大工の日当が1円15銭、富岡製糸場年俸25円、工場日給男性18銭、女性10銭、女中年俸8円、子守月1円。しかし人手不足で高騰した賃金とありますが、女中で年に16万円は低すぎです。エリート官僚と民間庶民の格差は現代を超えています。貨幣制度となり、江戸時代とは違ってきました。貨幣が労働に賃金として支払われる中で、江戸時代にはなかったスラム街が日本にもできてきたのが明治時代なのです。 5. 商店や貿易。明治時代とはまさに鎖国の閉じこもりを諦め、世界とやり取りし始めた日本です。港が開港され、外国人の商人たちが売り買いに来ました。日本でも商店や貿易商社、生糸の生産工場から輸出業者までにぎわいました。世界で電気が発明されたのはたった250年前です。日本はろうそくや行灯、灯籠の時代でしたが、わずかに欧米の方が電気や産業では早く進んでいました。エジソンがフィラメントに散々苦心して失敗に失敗を重ねた挙句に、日本の竹を使い成功した話は有名ですが、1879年、明治11年のことです。横浜にガス灯が灯りました。はじめは売り買いは主に外国の商人たちが行いましたが、すぐに日本の商店で売り買いも始まりました。イギリスの商人も出入りし、ペリーが浦賀に来た翌年1860年には、横浜の居留地で最初の競馬が開かれ、1865年には根岸に競馬場ができました。江戸時代に屋台で寿司屋や蕎麦屋などありましたが、明治になり外国人と共にテーブルで会食という食事のスタイルができました。外国人向けのホテルやレストランもできます。銀座にビアホールができたのは、銀座にカフェができるより早く1899年でした。ビール1本16銭、現代の6000円で、工場で1日働いた賃金くらいです。薩摩藩から1865年にロンドン大学に留学し、翌年帰国した村橋久成が北海道開拓に志願し、札幌ビール開発責任者となりましたが、後年神戸で不老死していました。他に13歳でイギリス留学してから渡米し、カリフォルニアでワインを作り、ワイン王と呼ばれた長沢かなえもいます。江戸時代はテーブルがありませんでした。一人一人
お膳で食べるのは家の中でも格付けがあり、食べる場所も決まりがあったし、みんなで話しながら食事の習慣がなかったからです。明治維新に初めてテーブルやレストランができました。外国人は正座ができません。日本でも江戸時代に家康公が茶道の作法のように正座を強要してから始まりました。正座は小さな頃からしていないと足が痛くてとてもできないのです。だから外国人と付き合うには椅子とテーブルが必要でした。6、明治の食事。明治になり、ちゃぶ台が初めて日本の家庭に現れます。一人一人決められた場所でお膳に向かい黙々と食べるのが日本の食事スタイルでした。ちゃぶ台を囲む食事には話しながら家族団らんが生まれました。チャブとは中国の丸テーブルから来たようで、海外と取引するとき洋食もまた現れます。洋食そのままではなかなか馴染まない日本人の舌に合わせた日本風の洋食ができてきます。日本でカレーを食べたインド人が、美味しいけれど何という料理ですかと聞いたと言います。しかし蕎麦が2銭のとき、コロッケ1枚25銭、ビーフステーキ19銭、スープ8銭、コース30銭でしたから、高級品で庶民や農民では江戸時代から変わらず一汁一菜でした。パンもアンパンが流行しましたが、1個1銭しました。飛鳥時代から家畜の肉を禁止してきた日本政治で、明治時代には初めて政府が肉食を許しました。明治天皇が外国と付き合うためと牛肉を召し上がってから牛鍋が流行りました。鉄道もできたので駅弁も登場。おにぎりから始まりサンドイッチもできました。初めて作られた洋菓子は明治8年風月堂のビスケットです。他にチョコレートやクッキー、ケーキなど著名な洋菓子店は明治創業です。江戸時代は砂糖が高価だったため、和菓子は高級品で庶民には手が届きませんでした。洋菓子も蕎麦が1杯2銭の時、アイスクリーム10銭、チョコレート1箱10銭と高価でした。江戸時代までは日本では牛乳を飲むこともありませんでしたが、初めは外国人向けにできた牛乳店もいつしか庶民に普及しました。自然バターやチーズも受け入れられました。洋菓子から風味に慣れてきたのかもしれませんね。さて話は変わりますが、膝をポンと叩くと足が上がる室外犬反射がなくなると、カッケと呼ばれたビタミン B 不足です。欧米にはなく、アジア独特のバリバリと英語で言うところの栄養失調です。これは重篤になると強烈に足が上がらず痛んだり、昇進カッケとなればぽっくり心臓麻痺で行ってしまいます。ビタミン B は1911年に帝国大学教授の鈴木梅太郎が発見し、カッケは江戸時代白米を食べるようになった江戸に多発し、江戸患いと呼ばれていました。13代将軍家定も、14代将軍家重もカッケ昇進で亡くなり、兵隊や工場にもカッケが多発しました。明治時代はまだ原因が分からず、西南戦争や日露戦争で何万人もの若者がカッケで亡くなり、天皇や庶民にも広まりました。明治天皇には箱根当時に田舎料理を出して、御殿医がカッケを防いだとあります。工場和宮にも箱根当時の田舎料理を勧めても食べなかったため、やはりカッケで高い。薩摩の範囲からイギリス留学し海軍医となった高木兼弘が、治療として食事を雑穀やパン食にしようとしました。陸軍医だった森鴎外はカッケをドイツ風に伝染病と考え、白米至上主義でしたが、結果として白米陸軍は日清戦争でも日露戦争でも20万人以上のカッケ患者を出し、2万人以上が亡くなりました。しかし幕藩海軍では肉や牛乳を嫌った者が数名カッケになっただけで、高木は刑事医科大や看護学校を作り、世界でも高い評価を受けることに成功したのです。その後ビタミン B はいろんな種類が発見され、今ではサプリや栄養ドリンクに入っています。7、文明開化。
明治政府が作ったものに学校もあります。福沢諭吉の学問のすすめもまさに明治時代に書かれ、福沢諭吉の慶應義塾のように大学もたくさん作られていきます。小学校ははじめ有料で月に50銭程度かかりましたが、1900年には無償化され、9割の子供が学校で学ぶことができるようになりました。また専門の学校に行くと、兵役を免除されるため勉強して専門職に就く若者も増え、その後海外の技術を学び日本で起業する会社もたくさんできます。福沢諭吉の本には、海外の方がいいものとした風潮はわからないと書いています。案外と外国は野蛮と書いた知識人も多くありました。文化や暮らしも鎖国の独自な日本に、海外から勢いよく便利で綺麗なものが取り入れられます。髪型や服装はご存知の通り、ちょんまげや日本髪からざん切りカットしたり、柔らかにまとめ髪にされ、着物から洋服へゆっくりと和洋折衷しながら変わりました。着物にはパンツは履かず、男はふんどし、女は腰巻きと呼ばれた布を巻いているだけでした。今のショーツが普及したのは昭和になってからなのです。秀吉が南蛮人の商品からズロースを手にした記録はあるらしいのですが、流行らず、明治になっても男性はふんどし一択、洋装の女性がズロースを履くこともありましたが、ほとんどは腰巻きでした。実はヨーロッパには長く庶民にはトイレがなく、路地裏で用を足していました。ハイヒールはそのために足が汚れないように使われていましたが、日本にはファッションとして取り込まれました。活版印刷も明治には始まり、学校の教科書や新聞ができ、本もたくさん印刷できるようになった結果、写真や電話など新しい技術が次々現れ便利になっていきます。暦も江戸時代は太陰暦を使い、時刻はお寺の鐘などで緩く知らされる国でしたが、外国人と商売をするためには太陽暦を使い、時計で時間を合わせる必要ができました。明治政府は太陽暦に改めます。洗濯板も明治に海外から輸入されたのが初めで、それまでは川で岩に叩きつけたり、たらいで手洗いされていました。石鹸は戦国時代にはありましたが、高級品でなかなか庶民には使われていませんでしたが、明治になり石鹸を作る会社が現れ広まりました。まとめ。明治とは世界の流れに乗り、日本も海外に並ぶ付き合いを始めた時代でした。それまで鎖国して閉じこもり、付き合いを避けてゆるゆると時計もなく田畑を耕したり傘張りなどをしていた日本人は、世界の血生臭い争いに参加したのかもしれません。女性も台所から出て製紙工場に働き、生糸は日本が世界一の輸出国になりました。のんびりした江戸の時代に思いを馳せてみても、仙人の命がけともいえる弾丸努力のおかげで今の便利で穏やかな暮らしがあるのだと深い感謝しかありません。今回の動画は以上です。よかったら感想をコメント欄に書いてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。